大韓帝国が日本に併合して以来、それまで漢人と呼ばれていたのが今度は先人になったんですが、いつの間にか別称的な意味合いを持って先人と言われましたが、その先人の上に不定というですね、あの不定先人という言葉が伴われて、虐殺が繰り広げられていたということなんです。で、問題はですね、この不定先人という言葉がいつこの使われるようになったかということが問題なんですね。あの日本人の間でも文学者が不定の輩だとか、自分の不定のためにとかいうことを語る、そういう日本人が文学や生活の中で同じ人間と人間の目線の中で語る不定、あるいは自分自身をへりくだっていう意味での不定とですね、集団としての先人、差別的な対象としての先人の上に不定をつけるのとでは全くこの意味が違うということをまず分かっておかないといけないんですね。で、遡ればですね、この関東大震災の虐殺はその時に大震災のパニックの中で、突発的に起こったことではなくて、1894年の日本軍が朝鮮半島にこの独立を求め続けるような人々をこの制圧討伐する、でその時の討伐の意味は殲滅ですね。これが軍部の中で指示出されていましたが、そういう頃から軍部軍隊による虐殺行為が行われていたということです。しかしですね、あの文献的に調べてみましたら興味深いことがありまして、私が今あの紹介したいのはですね、朝鮮中殺軍司令部というですね、これはあの日本軍のことですが、日付としては大正2年から2年3月30日発刊と、タイトルは朝鮮暴徒討伐史、朝鮮暴徒討伐史という記録があるんです。これは1906年ですから、大韓帝国を併合していく過程の中で第二次日韓協約が結ばれて、朝鮮半島が完全に外交権を失ってしまった翌年、1906年から11年頃まで日本軍がどのようにこの朝鮮の独立を求める運動を鎮圧討伐殲滅していったかという地域別に整理した記録であるんです。で、この記録を見たら見事にこの本のタイトルにある通り、不定先人という言葉は出てきません。出てくる言葉は朝鮮暴徒なんです。そういう意味でまだ不定先人は出てこないんです。じゃあどうなのか、目次の最後を見ますと興味深いことが書かれてありましてですね、第4章に朝鮮国境外排日先人一般の同姓と、ということで最後の章にですね、このように朝鮮の国境外、これは南の海じゃないですよね、北部の国境を越えた中華民国中国側の領土に逃げ込んでいった日本に対して排他的な先人たちの動静が今後の日本の軍部の課題であるということを言いたいがために第4章を設けてあるわけですね。韓国の併合が1910年で、翌年1911年に105人事件というのが起こります。寺内正武初代総督の暗殺計画があったということで、700人ぐらいが逮捕されて105人が裁判にかかったもんですから105人事件と言われていますが、この事件を記録した書物があるんです。それを私は一応手書きのコピーを持ってるんですけれども、このですね、書物を書いた人が国友高金
という朝鮮総督の人なんですが、この書物のタイトルが何かというとですね、不貞事件によって見たる朝鮮人なんですよ。ここで初めて本のタイトルに、記録のタイトルに不貞という言葉が出てきました。で、あ、ここに不貞先人が出てくるのかと思ってこの記録のページをめくってみましたら、やはり出てこないんです。出てくるのは排日先人とかですね、そういう用語しか出てこないんですね。ですから本のタイトルに不貞事件とはなっていますけれども、不貞先人という用語はないんです。じゃあ一体不貞先人が一つの熟語というか用語として使われるようになったのはいつかというとですね、実は1916年頃から朝鮮半島はもう日本の領土とされていましたから、その北側の中国の今の延辺地区と呼ばれている、延辺省と呼ばれている、当時は関東省、間の島と書く関東省という大きな地域で、その中の昆春という地域に昆春日本領事館がありました。これは外務省のアーカイブに入っていただくと、今でも当時の外交文書を調べることができます。その中に不貞先人の記録がたくさん出てきます。どういうことかというと、ですから朝鮮半島から逃げ込んできた、あるいは移住してきた排日先人を、この日本領事館が不貞先人という行政用語として、情報用語として持っていた、使っていた。でそれを総督府や朝鮮総督府や日本軍に伝達する時の用語として使っていたということになるんですね。で、そのですね、私が持っている資料では、朝鮮統治資料第8巻、韓国資料研究所のキム・ジョンジュ編というですね、この人がまとめた活字の書類が、大きな書物があります。そこではもうまともに在外不貞先人のという題になっています。いつからの記録かというと、1921年から25年の記録がこれは書物になっていますが、先ほども申し上げましたようなアーカイブに入っていただくと、もう10年代から記録があるということです。それがなぜ日本人に知れ渡るようになったかというと、三一独立運動が1919年3月に起こった時に、これは朝鮮総督府にとっても日本政府にとっても大事件として受け止められて、新聞報道が不貞先人の大暴動として日本に新聞でこの報道するようになったんですね。このために日本の一般の大衆にまで不貞先人という、それまで聞き慣れなかったその言葉がですね、一斉に差別用語、敵意、そして蔑視、そして恐怖心の意味のこもった用語として広がり、それが4年間この庶民大衆の中に定着していく、あるいは朝鮮半島の軍人たちが、鎮圧に携わった軍人たちが帰ってきたら、日本では在郷軍人となるという、この在郷軍人たちが地域で自警団が組織されるときに、まるで自警団の司令官のような役割を果たしていくと。でこの在郷軍人たちが持っている敵意と恐怖心というものが自警団に加わる人らに共有されていく、こういう形でですね、敵意と差別、そして恐怖心というものを含んだ不貞先人とともにですね、こういう大きな日本の1894年から1923年、少なくともそれまでの間に朝鮮半島、中国大陸で繰り広げられていた6000人はもう優に超える万単位の虐殺の大きな流れが東京、関東に逆流するようにして、関東大震災、ジェノサイドが
起こった。それが実は不逞鮮人という言葉の社会的歴史的背景と言えるのではないかと思います。そもそも不逞という漢字がどこから湧いてきた言葉なのか、当然漢字の言葉ですから中国です。で、私調べてみましたら、紀元前8世紀、中国がまだ春秋時代にですね、一つの文献が出てきたんですね。このその文献の中に、呂の国が許の国をこの制圧滅ぼすためにどういう理由付けをしたかといったら、この天命に背いた許の国に対しては神々も怒っていると、その怒るという意味をですね、心よからずと思っている。というのは、不逞の逞というのは今日ではたくましいという時に使いますけど、もう一つの読み方が心よいという意味なんです。それに不がつけば、心よからずと神々も思っているとであるから、我々は軍を挙げて、退去して軍を集結させて今日の国を滅ぼすのだと、こういう文章が出てきます。これを日本という文脈に移し替えたらどうなるでしょうか。天命に背いた不届きなもの、これを当時の朝鮮半島と東京関東の文脈に移し替えたら、天命とは日本においては誰のことか。天皇の聖志、清い志、すなわち天皇のおぼしめ父によって野蛮な国である朝鮮を大日本帝国に併合してやったのに、そのことを感謝もしないで抗おうとする、抵抗する者は不逞である、心よからぬものであるがゆえに罰を受けてもしかりであると、こういうふうにですね、移し替えられていくわけですね。いや、そんな日本的根拠があるのか、あるではないですか。1890年の教育直後の中に途中から出てくることは、一旦環球あれば、一旦環球あればどういうことか、一旦天皇の国に、聖なる国に、皇国に一大事が起こったならば、皇国臣民は命を捧げてその国を、天皇の国を守るために戦わなければいけない、立ち上がらなければいけない、こういうこのことがずっとバイブルのように教えられてきた日本の人たちは、関東大震災が起こって不逞鮮人が爆弾を投げる、暴動を起こす、毒を投げると言ったら、この我が国を、皇国を守らなければいけない、兵隊さんたちもやっている、だから我々も日本と飛び口を持ってでも不逞鮮人を征伐しないといけない、殲滅しないといけない、だから何人殺すことによって勲章、禁止勲章をもらえるのか、裁判所に呼ばれる、褒美がもらえるんではないか、こんなことまで口走ることが新聞の中にも、当時の新聞の中にも記録されている、こういう背景があった、こういう時代を日本国民がくぐってきたということ、不逞鮮人とは他人事ではなく日本近代史の自画像であるということ、そのことを自覚していく必要があるのではないかと思います。最後に一言申し上げたいのは、まさに皮肉にも関東大震災が起こった1923年の9月のちょうど1年前、1922年の9月に雑誌改造というところに、プロレタリア文学者中西伊之助という人が短編小説として不逞鮮人という小説を掲載しました。どういう内容かと申し上げたら、世界主義者臼井栄作が不逞鮮人とかいうのが朝鮮人、朝鮮半島にいるから自分はその主会に、親玉に会いに行きたいということで
通訳を連れて会いに行きます。そしてついに案内されたところで会った人は日本語も語れる物静かなこの初老の男性であった。その人が丁寧に自分を受け入れてくれて、そしてその日家の奥から持ち出してきたのが汚れた黒く汚れた少女の着るチマチョゴリだったと。でそのチマチョゴリは自分の娘が三一独立運動の時に殺されたその血の跡ですと言ってむせび泣く、その姿を見てその日の夜その家で泊まった時に泊まっている部屋の扉が開く音がしたので主人が自分に報復に来たのだと布団の中で震えていた。するとですねその恐怖心に耐えられなくなって栄作は布団から飛び出して表に飛び出す。すると外には暗闇の中で声がするから村人が自分を襲撃に来たと思ったら通訳者が自分にあれはフクロウが鳴いてるだけですよ。そしてその後家の中から主人が出てきて便所どこか分かりませんかと聞いてきた。その時に栄作はつくづく不貞先人はどこにいたのか、自分の中の疑心暗鬼の中にいたのだと、我が民族の負うべき罪ということで小説を結んでいます。まさに中西伊之助は不貞先人とは日本人の妄想、この疑心暗鬼そのものであったということをあのジェノサイドが起こる1年前に日本国民に警告したことになると思います。このことを皆さんにしっかり考えていただければと思います。